さあ一応今お借りしてきたアメリカ版ミキサーバイタミックスでこれを砕いて、でこのままやったらあかんからまず炒めなあかんらしいんですわ。でとりあえずにんにくと玉ねぎとで油とで、まずはちょっと玉ねぎをみじん切りします。ここ揺れるな、めっちゃ。何個ぐらいやろう、2個ぐらいでしょうか。そうですね、大体2つぐらいだと思います、レシピ通り見たら。よう切れるわこの包丁、久しぶりに使うわ。怖っ。みじん切りします。めちゃくちゃ切りにくいけど、今まで気づけんかってこの位置低いわ、包丁がまな板が。ああ、めちゃめちゃ切りにくいなこれ。包丁使いとかも結構皆さんコメントでやっぱりさすがやなみたいな、ありがたいなって言われる。もうせやけどもう女の人が料理作る時代なんか終わってんねんで。でもそんな村さん全くしないでしょ。逆にほんまにこのコロナの時期で作るようになりましたね。ハンバーグとか、あ、そうなんあれとかミルフィーユカツとか。そんなんできるの？ロールで巻いたりした、まあ、この前初めてやったんですけど。誰が食うの？いや、子供がね、もうめっちゃおいしいおいしいって。のぶえちゃんはあんまり食べへんですけど。奥さん？はい。なんで汚い？なんか尺なんちゃいます、僕が作るのは。わからないです、感情は。まあでもそれ僕も聞いたことありますわ。急に今まで何もせえへんかった旦那が急に家におって急にし始めて、暇やからめっちゃムカつくらしいです女の人。そんな気分でやられてるみたいな。どうせまた仕事始まったらやれへんくせにみたいな。それとも入ってくんなと。はい、黙っとけと。喋ってんのいいけどちょっと抑えてくれへんかな。めちゃくちゃ入れるわ。とこあるやん。全くそれ見てなかったです、すいませんめっちゃ揺れるね。喋っとかんとまあ持たないじゃないですか。喋ってくれてもいいけど別に。黒田さんマジで料理し始めたらほんま黙るから。テレビのロケンとかでもほぼ使えないんですよほとんどナレーションになるんですよ、いつも。言われてるな。テレビのエゴ。でもちょっとこうテレビのエゴやろそんな。エゴではなくて料理する時あんまり喋ったらもうあかんやんか、料理人として。なんで料理の時じゃないですよ、芸人ですよまあ。そのでももう料理の時喋らなあかんっていう考え方もちょっと空口さんでやっぱりアップデートしていくべきやと思いますけどね。はい。もうそういう時代じゃない。でもほんまに。一生懸命集めた食材で料理作るがあるじゃないですか、はい、30秒で終わってますよ、編集したら。もうナレーションバックで。そうそうでもしゃあないよね、それは。料理をするちょっとこう喋りながらやってくれたらもうちょっと使いが1分2分になるんですけど、あっという間に出来上がるから。いやそれは言われてもな、そんな無茶なこと言われても。編集が下手っていうわけじゃないですよね、そらぶさん。もうそれもあるかもわかんないですけど、それはあるっていうもう素直になって思いました、ね、もうええわどうやろ、何個いるかな。はい、これだったら1個やったかな。1個で多分それぐらいでいけるかもわかんないです。あ、ほんまやな、いける、はい、ではでは、はい。ザルに入れてこぼさないように食材を無駄なく使う。 OK。 これちょっとこっち置いとくな。よし。でにんにくやな。これ笑っとこう。にんにくどれぐらい？まあ2かけあれば、はい、レシピ通りと。はい、分かりました。にんにくやります。これちゃんとあれちゃうん、日本の買ってきたんちゃうんやろ。これ日本のやろ。全然ちゃうもんな、やっぱり。1個が前ほら中国のやつ、全然大きさがちゃうよね。1個やっぱ国産がえらいもんで高いっすよ。高いやろ。はい、もやりにくいのね。提案やねんけど、俺の膝ぐらいのテーブル買ってくれへん。これ腰わすわ。めちゃくちゃやりにくいの。お金、制作費が。でもまたこれも味ですからね。そうですね。いや俺がやりにくいねん。俺がめちゃくちゃやりにくいの。そらさんよ。はい。友達でさ、はい、共通の。うんこちゃんの家具屋さんっていう、はいはいはい、大町さん、大町あいつにちょっと言うて、はい、机もらおうか。もらうくれるんですか？くれへんくれる。倉庫余ってるやつ、倉庫余っててめっちゃでかいで、うんこちゃんの家具屋さんって言うたらなんか「何やその名前」っていう人おんねんけど、今若い子にめちゃくちゃやってんねん。へえ。安友とかもそこで買う子なんちゃうかな。あ、そんなでっかいとこですか？でかいでかいでかいですよ。最近であれやねんな、業界用語らしい。うんこちゃん B 級品のことはちょっと気づいてるとか、中古じゃないねんで、ちょっと気づいてるとか、そんなんでまあ安くできるみたいな。それを海外とかにも買っていて、めっちゃおしゃれやねん。で値段も安くて、値段安くて8割引きとか。俺も家の家具全部そこで、いや全部じゃなくてほとんどそこでこうだもん。へえ。あ、今あるソファーとかも使わない。あ、そう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 。あれはじゃあソファーはあれ安友の番組でこうでんけど、他の家にあるね食器棚とか。へえ。ほんまにでもどこに傷入ってるかわからんぐらいなんですよ。それで7割引きとか。なあ。はい。めっちゃええですよ。僕も女の子が結構あそこ好きやな。お前ほんまかっていうぐらい腰低いんやんか、大町って。おだこない？僕はないですね。俺そらな、誰ともの共通の知り合いで、いやこんな腰低いやつおんのかって思うぐらい腰低いんやんか。社長やな。年なまだ30代ぐらい、40ぐらいちゃいますかね、40ぐらいおそらく。でめっちゃくちゃ腰低いんやん。だから初めみたいにこんな腰低いんやったら多分人殺したんちゃうかな思ったんや。だからちょっと悪いことしたら捕まるから、ここめちゃくちゃ腰低くしてんのかなって思うぐらいな。はい、でもな、普通ボロ出るやん、そんなんやったら。何年か付き合ってたら、はい、こう言って実はみたいな、初め腰低かったけどだんだん慣れてきたなみたいな、そういうタイプじゃないねん。ずっと腰低いねん。ベロベロになっても腰低いっすもん。ほんじゃもうそんな人なんですね。いやでも天性やと思うね。でもやっぱその気遣いで緊張してしまって、黒田さんと飯食うと、黒田さんとアズマックスさんとご飯食べたんですよね、4人で。ああ、そうそうそう。ベロベロになって緊張してもって酒ばっかり飲んで、酒ばっかり多分アズマックスに緊張したんじゃん。あれ俺はもう慣れてるから、もう慣れてる。アズマックスは初めて急にアズマックスさん来たから、もうピッなっても呼ぶつもりじゃなくて、アズマックスから俺が大町と飯食ってる時にアズマックスが電話ができて、黒田さん大阪ですよね、これ大阪やでって言ったら、なんか今早めになんか終わったから飯食いませんって言うから、あ全然別に男同士ばっかりだし、いいよってスタッフがおるけどみたいなこと言うたら、ベロベロ言うてたな。抱えて階段を降りましたもんね、店の。でも玉ねぎも入れちゃうで。うわ、めっちゃいい匂いしてる。玉ねぎってにんにくで炒めたらほんまいい匂いするよね。さすがにフランス料理は作らないんですか、普段は。作らへん、全然作らへん。ああ、いい匂い。うん、もうちょっと油入れるわ。バター入れてもうまそうやね。ああ、いいですね。おお、ええ感じですわ、そらさん。ない、この言った殻入れますよ。おお。あ、もうすでにうまい匂いしてるわ。村井マンちょっと匂ってみ、こっち来て。めちゃくちゃいい匂い。わあ、めっちゃいい匂い。なあ。うまそう。めっちゃいいですね。うまそう。で、さっと炒まったら、はい、お水を2カップと。あ、もうちょっとですね。お水3カップぐらい。3カップな。3カップことは3人が600cc。そうですね、ぐらいですかね。ああ。ぐらい。なんか鉄道っていうのはむちゃくちゃありがたいんやけど。やめときます。はい、やめときます。村井って何か頼んでちゃんとできたことはあんまりないような。いや、それあんまり言われると大体ないですよ。いや、そういうイメージ、そういう先入観になってきますからね。そういうとこじゃないですか。だから奥さんがハンバーグ食べへんのもどうせちゃんとできてないやろうみたいな。ほんまにそうですよ。ほんまにそう。普段できてへんくせにみたいな。はい、シャシャルなと。シャシャルっていう言葉嫌やな。シャシャル、シャシャリでんな。これでも失敗できへんのが辛いな、この YouTube。 してもいいんじゃないですか。なかなかやっぱりせっかく作っててお金かかってて、家でお前7000円もかかってんのに、まあ、プラス材料費とかなんやかんやでお前もうえらいかかってるからな。600個入れますね。めっちゃいい加減や。いや、これが600なんですって。これ600なん。あ、そうなん。いやね、やっぱりそれも今の勝手に600ってこれ決めたやろうと思って。それは言えないですよ、僕も。もう多分いいと思います。あ、ほんまや。ここに600って書いてある。わざわざ持ってきよったこいつ。いや。ね、黒田さんはそういうものを見てないし、ね、あんまり信用してくれない。そんなことないけど、なんで勝手に600って決めてんやろと思っただけで、悪かった俺。僕は黒田さんの家の裏の焼き鳥屋とかは、大体、まあ、僕、まあ、パッと、今日は払おうって、1本65円。焼き鳥。いいですね、もうそこ行くって言った時にウキウキするもん。よし、2人で5200円それいいですね、はい、だってそれうちも厚揚げしか食えへんよ瓶ビールかな。瓶ビールと厚揚げされたら機嫌やからコロスケのコロッケ好きみたいなのと全く一緒厚揚げばっか食べる